皆さんこんにちは。Be レジェンド管理用紙の布目です。今日もお題に沿った、ものをコンビニに行って買っていきたいと思います。それでは本日のお題をお願いします。今日のテーマは300円以内で睡眠の質を高める食べ物になります。私は寝つきが悪いんです。なので興味あります。それではコンビニに行って早速買ってきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。睡眠なんですけれども、睡眠の役割としてはいろんなものがあると思うんですけれども、その中でもですね、厚労省が出している健康づくりのための睡眠指針、睡眠12箇条というのがありまして、その中で特に気になったのがですね、良い睡眠は生活習慣病予防につながります。睡眠による休養感は心の健康に重要です。勤労世代の疲労回復、能率アップに毎日十分な睡眠を。あとはですね、いつもと違う睡眠には要注意。まあ睡眠によってですね、いつもと違うなっていう時には、まあいびきがうるさくなったりとか、無呼吸だったりとかっていうところから、隠れた病気が分かったりですとかっていうこともありますので、こういったいろんな観点から見ても睡眠というのはすごく大事なんだなというふうに思います。そこでコンビニに行って、睡眠の質を上げるもの、もしくは入眠しやすくなる食べ物を3つ選んで買ってきましたのでご紹介します。それでは1つ目、じゃん、発芽玄米ご飯になります。発芽している状態で、さらに玄米、まあ、もみ殻が取って、その後精米してないやつですね、黄色いこういったものですね。でこれはなぜいいかと言いますと、ギャバが入ってるからです。ギャバというのはですね、まあ、アミノ酸の一種になるんですけれども、ストレスにすごく良いというふうに言われています。ギャバって言葉、最近皆さんもだいぶ聞き慣れた言葉になってるんじゃないのかなと思うんですけれども、発芽玄米以外にも、まあ、お菓子とかでもね、結構ギャバ入りのものとか最近増えてきてるかと思うんですけれども、神経の興奮を抑制してくれるような、そういう働きがギャバにありますので、興奮している神経を抑制させることによって、まあ、寝やすい状態というのが作れるので、1つ目はこちらの発芽玄米を選びました。2つ目、こちら枝豆になります。枝豆はですね、まあ、タンパク源でもあるんですけれども、タンパク質の中に入っているトリプトファンというアミノ酸が多く含まれていますので選びました。トリプトファンはセロトニンというですね、神経伝達物質なんですけれども、こちらが作られるとすごくリラックスした状態になりますので、それを作ることができる材料のトリプトファンが入っている枝豆を選びました。その他にもですね、エラトニンというホルモンも作るんですけれども、こちらもですね、リラックスをできるような、そういうホルモンになっておりますので、枝豆を選びました。3つ目、牛すじになります。こちらの牛すじはですね、グリシンというアミノ酸が入っていますので選びました。グリシンを取ると末梢神経の血流が多くなって、熱を発散するんですね、体の外に。熱を発散することによって深部体温、体の中の体温ですね、が下がります。そうすると寝やすい状態になりますので、牛すじを選びました。グリシンは牛すじとかゼラチンが多く含まれているところに多く存在しますので、今回は牛すじを選んでみました。こちらの発芽玄米は1パックでですね、170円ぐらいです。枝豆袋に入って160円、これ3分の1ぐらいの量です。牛すじレトルトの状態のものだったんですけれども、300円で、買ってきました。一番これが今回は高かったですね。ではですね、今回は睡眠の質を高める食べ物をコンビニで管理栄養士目線で選んできました。また何かお題ありましたらコメント欄の方にご記入いただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。